どうしましょう。はい、ちょっとなんか声が反響するかもしれないですけど、変わったところで撮ってるんで許してください。いつもとは違うところで撮ってるんで。今日なんですけど、先ほどですかね、公開された結城橋本のファストデリバリーで、ちょっと洋服じゃない、まあ具体的に言うとお香なんですけど、こちらもね、今回スペシャルコラボレーションということで、ブランド初のね、洋服とかそういったもの以外のアイテムとして、まだ見えるか、はい、お香がリリースされましたね。これちょっとね、洋服とかと一緒に紹介するの難しいなと思ったんで、これはこれだけでちょっと動画撮らせてもらいます。はい、こちら結城橋本、はい、の、お香なんです。今回クンバっていう、皆さん知ってますかね、お香の、まあブランドあるんですけど、そことコラボレーション、スペシャルコラボレーションってことで、初のお香がリリースされました。こういう感じで、あれ何本入りだっけな、15本入りとかだった気がします、確か。はい、はい、確かそう、忘れましたけど、で、ございます。で、実際ですね、僕サンプルいただいたんで、せっかくなんでね、どんな香りなのか、今この場でちょっと火つけて、お伝えできればなというふうに思います。ただ香りなんでね、本当に伝えるのすごい難しいんですけど、まあこういう感じですよね。なんでまあ、どこまでっていうところは難しいんですけど、まあ、はい。こんな感じで、まあビジュアルはこういう感じ。でね、この香りはね、確か橋本さんがアントワープにいた時に、自分の部屋、自分の家で使ってたんだっけな、自分の家で使ってたのか、よく行くお店で香ったお店な、よくしてた匂いなのか、ちょっと忘れましたけど、まあ、アントワープの時の、まあ、記憶に、紐づいたような香りを、まあ、こうオリジナルで香りを作ったっていうことですよね。はい、どういう香りがというと、まあ、やっぱこうお香なんで、最初やっぱちょっとこの、なんていうんですかね、スモーキーというか、こう煙っぽい、線香っぽい感じの香りがします。ここで嗅ぐとね。で、これね、展示会場とかでも焚かれてたんですけど、これが、まあ、ここで嗅ぐとやっぱこう煙なんでね、煙の香りが入ってくるんですけど、これが煙が、の香りじゃなくて、この純粋なお香の香りになった時に、ね、なんだろうな、だからまあちょっとここの、これも直接嗅いで見ると、ね、これ香りをレビューするの難しいですね。なんかね、やっぱちょっとスパイシーな感じの香りがします。スパイシーで、少しね、清涼感もあるんですよ。清涼感もある感じ。うん、だからなんだろう、ちょっとこう、ウッディっぽさもあるかな。なんだろうこれ、複雑な香りです。ただなんか間違いなく言うのは、甘い香りとかそういう感じじゃない、甘ったるい感じの香りとか、なんか古着屋とかの香り、ああいう感じではないですね、全く。もうちょっと、うん、ほんとスパイシーな感じ、ちょっとこう男性的な感じだね、香り的には。あんまりこう、うん、甘い甘美な感じとか、そういう感じではないですね。うん、いい香りです。いい香り。うん、ま、なんか、炊くよりもこうやって嗅いだ方が、このお香の香りがわかるかな。炊いちゃうとちょっと煙の匂いが混じっちゃうから。うん、いい香り。セクシーな感じですね、でも。まあ、ちょっと男性的なセクシーさというか。うん。いい香りです。うん、なかなかこう、うん、結構結城橋本っぽいなっていう感じはあるかもしれない、うん、このパッケージも代表されるような、ちょっとこういう感じだよね、雰囲気的にも。うん、ぜひね、香りっていうのはやっぱ嗅いでもいただかないとなかなか難しいんですけど、ぜひぜひぜひ、3500円なんで、はい、クンバとのスペシャルコラボレーションで、香りから一からこだわって作ってますので、
ぜひ、はい、あの概要欄からリンクありますので、チェックしていただきたいのと、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。いいと思います。なんかお香欲しいとかっていう方とか、お香マニアとか、うん、なんか部屋にちょっとこう香りをプラスしたいなみたいな方は、ね、ぜひあのちょっとステイホームの時間も長いですから、香りってね大事だと思いますので、チェックしてみてください。はい、そんな感じです。では。